平重平、平茂の茂平は、平安時代末期の平家の武将、九行、平の清盛の逸夫。母は清盛の傑室、平時子、三味中将と称された。平氏の大将の一人として、各地で戦い、南と焼き打ちを行って、東大時代仏や幸福寺を消防させた。砂又川の戦いや水島の戦いで勝利して、 活躍するが、一の谷の戦いで捕虜になり、鎌倉へ護送された。兵士滅亡後、何年と都の要求で引き渡され、気づか藩で斬守された。その詳細は、武勇の器量にたうる、極洋自称五年うるう月十五日上と評される。一方、その用紙は、ボタンの花に例えられたという。父の清盛は、方言の乱、平時の乱を勝ち抜いて、兵士政権を樹立。 軽室の時子の子として生まれた茂平は幼少にして、女医師、兵士の金立ちとして、順調に昇進を重ね、自称三年、1179年、二十三歳で、左小の絵県中将に進んだ。だが、兵士の県政の高まりは、後白河法王、陰近神との圧力を生み、同年十一月、清盛はクーデターを起こして、陰性を停止する、自称三年の政変。 この事件の際に、茂平は、後白河法王への相乗を行う使者となっている。翌日正四年、1180年5月、持人王の挙兵が起こり、茂平は、老いの平これ森と共に大将軍として出陣した。この反乱は早期に鎮圧されたが、その後も、藩兵士の挙兵が各地で相次いだ。8月に、源頼朝が、伊豆国で挙兵し、 同年10月の藤川の戦いで、兵士の追悼軍を破り、関東を制圧した。さらに、後白河院と密接につながる温城寺や、関白、松戸の元房入りに反発する幸福寺も公然と、反評活動を始めた。茂平は、清盛の命により、12月11日に、温城寺を攻撃し寺を焼き払うと、12月25日に、 大軍を率いて南都へ向かった。幸福寺首都は、奈良坂と半若寺にかき立て、坂もぎを巡らせて迎え撃つ。河内方面から進行した、茂平の四万期は、幸福寺首都の防御陣を突破し、南都へ迫った。二十八日、茂平の軍勢は南都へ攻め入って火を放ち、幸福寺、東大寺の道東乱一を残さず、焼き尽くし、多数の僧侶たちが焼死した。 この時に、東大時代仏も焼け落ちた。平家物語では、福井省ゲス、次郎太夫友方が明かりをつけるために民家に火をかけたところ風に煽られて炎症して、大惨事になったと知るが、遠京本平家物語では、計画的放火であったことを示唆している。放火は、合戦の際の基本的な戦術として行われたものと思われるが、 大仏殿や幸福寺まで焼き払うような大規模な炎症は、茂平の予想を上回るものであったと考えられる。この南都焼き打ちは、兵士の悪行の最たるものと非難され、実行した茂平は、南都の首都からひどく憎まれた。翌日正五年、1181年うるう2月4日、清盛は死去する。また、清盛の後を追うかのように、 清盛の名優的存在で衆とだった藤原国綱も同年のうるう2月23日に皇居し、茂平の後ろ盾も万全なものではなくなり後に、老いの清宗に一時期異界を抜かれることになる。同年3月、大将軍としてスノマ川の戦いに赴き、源の幸家、義援軍を破り、源氏の進攻を食い止めた。年、年月に、 栗から峠の戦いで、平これ森の軍が、源の義仲に大敗し、兵士は刑の放棄を余儀なくされた。茂平も妻のタスク氏と共に都を落ちした。茂平は、勢力の挽回を図る、中心武将として活躍。同年10月の備中国、水島の戦いで、足利の力を、同年11月の室山の戦いで再び、源の雪絵をそれぞれ撃破して、 源の義仲に打撃を与えた。翌13年、1184年正月、源氏同士の抗争が起きて義仲は、鎌倉の頼朝が派遣した、源の乗り寄りと、義経率いる鎌倉源氏軍によって滅ぼされた。この間に兵士は、摂津国、福原まで進出して、京の奪回を伺うまでに、回復していた。だが、同年2月の一の谷の戦いで兵士は、 源のりより、義経の鎌倉源氏軍に大敗を喫し、敗軍の中、茂平は馬をいられて捕らえられた。茂平を捕らえたのは、平家物語では、梶原影末と、昇皇家、東鏡では、梶原影時と、昇華町とされる。茂平は、慶悟総され土井茂平が集金に当たった。小白川法王は、藤原定長を使わして、茂平の説得に当たるとともに、 佐野貴国、八島に本営を置く兵士の総帥、平宗盛に三種の人義と重平との交換を交渉するが、これは拒絶された。しかし、玉葉の二月十日上によると、この交換は、重平の発案によるものであり死者は、重平の同等だった。同年三月、重平は、梶原わ時によって、鎌倉へと護送され、よりともと見した。その後、の 重光の子に預けられたが、頼りは、重平の器量に感心して工遇し、妻の北条政子などは重平をもてなすために、次女の千住の前を差し出している。頼りは重平を慰めるために縁を設け、工藤助爪、そうしのいとこが鼓を打って、今用を歌い、千住の前は、琵琶を弾き、重平が横笛を吹いて楽しませている。平家物語は、 鎌倉での茂平の様子を描いており、千時の前は、琵琶を弾き、漏洩を歌って、旅衆の茂平を慰め、この鬼人を死亡するようになった。元略2年、1185年3月、壇の浦の戦いで兵士は滅亡し、この際に、兵士の女たちは受水したが、茂平の妻のタスク氏は助け上げられ、捕虜になっている。同年6月9日、焼き打ちを憎む、 南都市との強い要求によって、茂平は南都へ引き渡されることになり、源の頼金の御僧の下で、鎌倉を出二22日に、東大寺の使者に引き渡された。平家物語には、一行が、助子が住まう日野の近くを通った時に、茂平が、せめて一目、妻と会いたいと願って許され、助子が駆けつけ、涙ながらの別れの対面をし、 重平が片身にと額にかかる紙を噛み切って渡す。合和が残されている。区間賞にも、日の出重平とスケコが再会したという記述がある。二十三日、重平は、木塚藩にて斬首され、奈良坂にある藩やゃ自問前で教主された。去年二十九、なお、斬首前に法年と面会し、受戒している。妻のタスク氏は打ち捨てられていた、シ平の意外を引き取り、 なんと大主から首ももらい受けて、ダビに伏し、日野に墓を建てた。現在、この墓は、京都市伏見区の団地の中に残っている。また、タスク氏は、高野山にも、遺骨を葬らせ、その後、大原に陰性した、県霊門院に仕えた。夫婦の間に子はなかった。茂平が残首された木塚藩の京都府木津川氏木津宮の裏の安福寺には、茂平の供養塔がある。 また教主された般若寺にも供養塔がある。能、茂平では、奈良坂の墓地にある石製の笠塔場から迷い出た、茂平の霊が旅の僧に供養を頼む描写がある。能、茂平が成立した室町時代、奈良坂には奈良市民の僧墓があり、その一角に存在した笠塔場は、茂平の墓だと信じられていた。この石塔は現在般若寺に移築されているが、 重平の墓ではないことが分かっている。重平の死の三年後に、鎌倉の千住の前は若くして死んだ。人々は亡き重平を連母して、憂い死したのだと噂した。東大寺る名仏像は、長元の大漢人によって再建され、元九六年、1195年に、大仏殿の落景法要が行われた。戦国時代に、松永秀によって、再び消防し、 現在のものは、江戸時代に再建されたものである鶴岡八幡宮武装次第によれば、茂平の子とされる層がおり、憲法7年、1219年の源の佐根友暗殺の際に、苦行の共犯の疑いで取り調べを受けている。県にはすぐに晴れたが、平家の出身者が鎌倉幕府から疑いの目を向けられていたことが伺われる。他にも、 維持の重度が茂平の処刑後に、品の国に勢力を持っていた西名氏を頼って、現在の安住野市赤品東川市名区記に落ち延び、そこでなお、古畑氏に改め隠れ住んでいたという。また品の小笠原氏の経図によると、小笠原長常の次男で、赤沢氏の祖である、赤沢清常の母は、茂平の娘と書かれている。京都市伏見区の全願寺の地蔵菩薩座像は、 副太地蔵と呼ばれているが、方言元年頃に茂平の安山祈願の際に七条仏所の仏師により作られたと伝わっている。また、茂平の妻の藤原助子が安山を祈願してその後、無事に授かったので本堂が寄進されたという。県令モーイング兄弟部署や平家光達蔵氏によると、茂平は、ちょっとしたことでも人のために心遣いをする人物であり、いつも、 冗談を言い、怖い話で女房を怖がらせたり、退屈していた、高倉天皇を慰めるために、強盗の真似事をして、天皇を笑わせたというエピソードが残されている。要望については、なめまかしくきよらかと書かれている。江戸時代に書かれた、平家光達像詞によると、都落ちの際、常に遊んでいた敷地内神皇の御所に、武者姿で、別れの挨拶に訪れた際には、 親しんだ女房たちが大勢の涙にくれたという。しかし、同時代に生きた、県令ーモーイング兄弟部衆によると、平清きの中将となり、同じ中将の御殿と考えてもよい。東鏡では、よりともとの対面で、囚人のみとなったからには、あれこれ言うこともない。キューバに携わる者が敵のために捕虜になることは、決して恥ではない。 早く残罪にされよと堂々と答えて、周囲を簡単させた。戦時の前と、工藤スケツネとの遊興では、漏洩を禁じて、教養の高さを見せ、その様子を聞いた頼朝が、立場をはばかってその場に居合わせなかったことをしきりに、残念がっている。日付イコール旧歴。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。